ブリソン諸語、ブリソン諸語、ブリソン諸語,語、もしくはブリトン諸語、とは、当初ケルト語からの分岐語族の一つ。もう一方の分岐は、ゲール語。ブリソニック、ブラターニックの表記は、ウェールズのケルト学者、ジョン・ライスによって、アングロサクソン人やゲール人ではない、土着のブリトン人を意味するウェールズ語のブリソン、ライさんから名付けられた。ブリトニック、 ブリタニックの表記はギリシャ人の著述家によるブリテン諸島を指すブリタニックが起源である。およそ起源600年以降に変更が加わったブリソン諸語を指してブリトン諸語、ブリタニックの用語を使う場合もある。ブリトン諸語はブリテン諸島で鉄器時代から今日まで話されてきた。元来は多数派言語であったが、現在はウェールズ・コーンウォールの少数派言語になっている。マンシマ、 スコットランド、おそらくアイルランドでは、ブリソン諸語はゲール諸語にとって変わられた。人口移動によって、ブルターに及びパタゴニアにもブリソン諸語話者のコミュニーがある。ブリソン諸語の情報は、様々な資料に見られる。初期の言語情報は、コインや碑文、古代の作家の著述の他にも、ブリソン諸語で記録された、地名、人名などから読み取れる。 後世のブリソン諸語に関しては、地名の他にも中世の作家や近代の和者がいる。ローマ時代の地名に関しては、エイリベットとコリン・スミスの著書に詳しい。ブリソン諸語は、ガリア語などが含まれるピーケルト語である、ともされている。この理由は、全インドヨーロッパ語族の音素、K が P に音音韻変化しており、C に変化する、ゲールことは対照的であるためだ。 このような用語法は、ピーケルト語仮説に沿うものであり、当初ケルト語仮説とは別のものである。分類議論に関しては、当初ケルト語を参照。他の主な特徴としては、以下のようなものがある。ブリソン諸語の類縁関係は以下のようになる。今日現存する主なブリソン諸語は、ウェールズ語とブルトン語で、どちらも地域言語として現存している。 コーンウォール語は18世紀終わりに死語となったが、20世紀に最高の試みが始まり、現在も継続中である。他にも死語となったカンブリア語も含まれ、同様に死語のピクト語は、ブリソン諸語の姉妹語として最有力視されている。1950年代、ケネス・エイチ・ジャクソンは、石の彫刻に残った標本から、ピクト人が非インドヨーロッパ語族の言語を使用していた。 可能性を主張したが、現在のピクト人研究者にはこれを否定する者も,もいる。現代のブリソン諸語は、ブリトン語、ブリティッシュ、共通ブリソン語、コモンブラターニック、フルブリソン語、オールドブラターニック、ブリソン諸語、プロとブラターニックと呼ばれる諸語を源に持つと、通常は考えられている。これは、ケルト諸語、もしくは、初期の当初ケルト語が、 紀元前6世紀までに発展してきたものと考えられている。大体仮説は数多くあるが、広く受け入れられているものはない。マリオアリネーは、ケルト語の前身となる言語の存在を否定し、ケルト語は旧石器時代に成立したと語っている。シュテフェン・オッペンハイマーは、紀元前1世紀のベルガイ族の侵略によって、ゲルマン語派がブリテンにもたらされた可能性を、 指摘している。テオ・ベンネマンは、当初ケルト語の基礎になる基礎言語をセム語系だとしている。ローマ人の侵略以前、少なくともホース側、クライド側以南の人々の多数は、ブリソン諸語を話していたとされる。だが、マンシマは後にゲール語系のマンシマ語を話すようになった。北スコットランドでは主にピクト語の前身となるプリテン語が話されており、ピクト語は、 グリソン諸語ではないかと考えられている。アールカイ・オライリーなどの一歩進めた学説では、アイルランドには、グリソン・語話者が住んでいたのが、キューケルト・語話者、おそらく南フランスのクワ・リアティ族にとって、変わられたとしているが、マイルス・ディロン、マイルズ・ディロンとノーラ・チャドウィック、ノーラ・チャドウィックはこれを否定している。グレート・ブリテン島南部のローマ支配時代、十三年から四百十年頃、 共通ブリソン語は、ラテン語から多くの語を借用した。これは、例えば都市計画や戦術に関する言葉など、都市化されていない、ケルト系グレートブリテン社会において不慣れな概念と、現地の言葉に置き換わった日常語の両方があった。日常語の顕著な例では、ブリソン諸語で魚を意味する言葉は、現地語のエスコスではなく、すべてラテン語のピスキスが起源である。とはいえ、 エスコスの語は、ウェールズ語でウスコ川を指すワイーズグとして残っているとも、考えられている。推定八百語のラテン百用語は、現存する三つのブリソン諸語に依然に生き残っている。ローマ人の著述家に使用された、ラテン語化されたブリソン語は、ローマブリトン語と呼ばれる。ローマ支配時代が終わると、共通ブリソン語は、南西と西の二つの主要な方言グループに、文化したと考えられる。 さらに東ブリソン語など他の方言も仮定できる。これは現在で言う東、イングランドで話されていたと考えられるが、証拠はほとんど残っていない。ローマ支配時代の終わりから6世紀中盤までに、この2つの方言は別々の言語になり始めた。西の方言はカンブリア語、ウェールズ語に、南西の方言はコーンボール語になり、またグレートブリテン東南西から大陸のアルモリカ、 ブルターニ半島の古名にわたり、近縁の姉妹語として、ブルトン語になった。ケネス・エイチ・ジャクソンは、西と南西、それぞれのブリソン語方言の違いのいくつかは、古くまで遡ることを指摘している。また500年頃に、新たな文化が始まったが、6世紀には共通する変化も起こっている。7世紀から、おそらくは、言語の内在的な傾向のため、別の基本的な変化が起こった。 こうして共通ブリソン語は600年までに消滅した。広がるアングロサクソンの支配領域には、かなりの人口のブリトン人が残っていたと考えられているが、ブリトン人の言語の情報は地名にしか残っておらず、時代を下るに従って英語に適応していったものと思われる。スコットランドやマン島で話されていたブリソン諸語は、アイルランド人、対、スコットランドや、北方民族、 ゲルマン人の侵略者の影響により、5世紀頃から排除され始めた。ブリソン起源の言語は、スコットランドやマンシマでは、コーンウォールとウェールズに接するイングランドの州を除いて11世紀までに、様々な地域での絶滅の時期については議論の余地が、あ、完全に置き換えられた。アイルランドで話されていた可能性のある、ブリソン語は、アイバーニックと呼ばれる。 ブリソン諸語が退去した地域に残っている遺産は、主に地名と河川名である。ブリソン系の地名が残っているのは、スコットランドの低地地方とかなりブリソン諸語は社が残っていると言われ、イングランドの一部である、旧ローマブリトンの町を除けば、イングランドの大部分で、ブリソン諸語の地名は少ない。ブリソン諸語を間接的なものも含む起源とする地名には、 ロンドンパースアバディーン・ヨーク・ドーチェスター、ドーバー・コルチェスターなどがある。イングランドで見られるブリソン諸語の要素としては、他の名前に、ブリーマイナスや、ボルーマイナスが含まれること、湿地帯を指す、カー、他にも小さく険しい谷を指す、クーム、クーム、イー、ゴツゴツした岩山を指す、トアなどが、ブリソン諸語から A の借用語である。他にもブリソン諸語を反映した語として、ダンバートン、 スコットランド中西部の町名がある。これは、スコットランドゲール語で、ブリトン人の要塞を意味する DN ブレットンから来たものである。また、ワルトン、ウォルトン英語圏で参見される地名。参照は、ウワール、ブリソン人、ウェールズ人が住む、ツン、定住地という意味がある。ジャクソンが作成した地図が示すように、イングランドにおけるケルト系の河川名は、 東から西へ行くに従って増えていく。これには、A ボン側、リバー A ボン中側、リバート州フルーム側、リバーフリュームワクセ側、リバーシェー、ブルー側、リバーブルー、X 側、リバー E ーキシーなどがある。ケルト語は、語彙、語順の両面で英語の基礎となっている。ケルト系言語から英語への語彙的な影響は、地名を除けば小さめであると一般に考えられている。 これにあたる日常語には、ハバブ、ガヤガヤとした、騒音、ピート、データン、バケツ、クロック、カメ、ナガン、手おけ、ゴブ、べっとりした塊ウェールズ語、ゴブ、ンク、部屋の隅、ブロック、穴熊を刺す方言ウェールズ語、ブロック、ゲール語、ブロックがある。おそらく、英語の動詞による、ドゥやビーといった、助動詞を使う言法の構成は、他のゲルマン語派の諸言語と比べて、 広く使われており、ブリソン諸語の影響の跡が見える。例えば、文語体のウェールズ語において、カーフイコール、アイラブ、アーワイフインカルーイコール、アイエームラビングとなる。ここでは、ブリソン系の統語論がそのまま反映されている。これに対して、ドイツ語では、イクリーベというように、ゲルマン系の島妹言語では一つの形しかない。研究者の中には、英語の統語論は、 グリソン諸語の影響をもっと多く受けていると主張している者も,もいる。例えば英語の不可疑問文において、不可疑問の形式は、主文の形式に従っている、アレン、チ、イスン、ティヒー、ワン、ティウィー、など。これと対照的に、ドイツ語では、ニッシュとバル、フランス語では、エヌエスト、シー、エーパ、といった風に、ほとんどどのような主文でも固定された形式になっている。 ウェールズ語の可疑問文は同様に処分に従って変わるため、英語のシステムがブリソン諸語から借用されたと主張されることもあるが、この見方は一般的に受け入れられているとは言い難い。ブリソン諸語からスコットランドゲール語への影響は重要であるにもかかわらずあまり知られていない。英語と同様、右言法の構成は英語よりずっと表立って現れている。スコットランドゲール語は、 ピーケルト語からの借用語を数多く持つが、ケルト系言語同士の語彙の重複は、英語よりもずっと多いため、ピーケルト語とキューケルト語の言葉を区別できない場合も存在する。しかしながら、メノット、アレチを意味する、ゲール語イコール、ムーンと、ウェールズ語イコール、マ、カンブリア語など、典型的にそれとわかる共通語彙もある。ブリソン諸語をあまり受けていないと思われる。 アイルランドゲール語を研究することで、ブリソン諸語からスコットランドゲール語への影響が見つかることがしばしばある。典型的なのが、元来のゲール語が、スラス、英語にも、同綴りで借用されている。大渓谷の意であったのが、近縁のブリソン諸語で使われる際には、アストロットとなり、意味もわずかに変わっている。これは、イギリスからアイルランドへのキリスト教家と関連している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。